はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、なんかショックなことあったんですか？ショックなことあったんですけど。まあ、そのあたりは、はい、ちょっとね。ちょっと手短に。はい。はい。話していこうかなと。はい、そうなんですよ。いうのと、はい。あと何か、まあ、そうですね。以前買いましたナイキダンカハイのプログリーンが届いているので。あ、まあ、これでもグリーンバックが透けちゃいますね。ああ、そうですね。透けてるかもしれないですね、これ。はい。あ、まあ、ちょっと少しこれだけの話を、はい、はい。したいのと、あとですね、リークで、エアジョーダン1スイッチってあったじゃないですか。はい、ちょっとね、こちらで面白いモデルが出てきているので、はい、紹介したいのと、あと来年発売予定のエアジョーダン1について、ちょっと続報が出てきているので、はい、はい、そっちをお話したいと思うんですけど、はい。はい。このチャンネルはスニーカー発祥に関するリーク情報や、最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご用意お願いします。はい、早速なんですけども、なんかショックなこと。ショックでしたね。何があったんですか？はい。ですね、12月の17日に AirMax95 発売されたじゃないですか。はい。で、僕らは、まあ、当選しなくて、で、僕に関してなんですけど、その日のうちにね、アクターマーケットの方で、うん、自分のマイサイズの AirMax95 のイエローグラデを、うん、まあ一応、その何ですかね、まあ取引者といいますか、はい。ちゃんと、まあ、お金の方も、もう引き落としされてたんで、はいはいはい、クレジットの方で。うん、なったんですけど、相手のね、その出品されてる側が、送ってくれなくて、ずっと。うん、で、向こうが設けてる発送期間っていうのがあるんですけど、うんうん、それ過ぎてね、やっぱり来なかったんですよね。あ、はい、なんで、はい、まあ僕はもう、しかなしに、キャンセルにしたんで、うん、ちょっとね、はい、楽しみにしてた AirMax95 のイエローグラデなんですけど、はい、行ったんで、ちょっと、キャンセルになった。そう、キャンセルになったんですよね。はい。で、まあちょっとね、他の、あ、音が違うね、アクターマーケットの方で、今一応まだ、うん、買ったんですけど、はい、まあ、それがね、ちゃんと届いてほしいなっていう話なんですよね。なんか価格変動がね、なんか激しい、ね。ちょっと激しかったですね。初日はすごかったですね。で、なんかこう、はい、上がったり下がったりしていくので、だんだん上がってくると、はい、もうなんか送るの一旦やめちゃうというか。ってなるかなと思うんですけど、ね。まあなんかそういう人もいるみたいですね。はい、確かにね、まあ、今もし出せば、僕が刺した時の値段より、うん、5000円が儲かると思うので、まあ、もしかしたらそうなるかもしれないんですけどね。なるほどね。はい。そうなんですよ。なんか、値段に関しては今のところ、やっぱりちょっとね、まだちょっと動いてる感じはあるんですけど、はい、大きいサイズと小さいサイズに関してはちょっと上がっていってますよね、値段が。ああ、そうなんですか。はい。僕のサイズ、まあ、マイサイズと言いますか、昨年サイズで言うと、うん、まあ、ちょっと落ち着いてきてるのかなと思うんですけど、うん、はい。17日に、アクターマーケットで買ったものがですね、キャンセルになってなかったら、まあ、今頃ね、多分届いてたのかなっていう、ちょっと、あ、届いてたのかどうかわかんないんですけど、はい、まあ、今週中には手にはしてたかなっていうふうに思ってはいたんですけど、ね、はい、まあ、今後ね、まあ、こういうのもなんかうまく改善されていたりなと、ね、はい、そうですね、仕組みなんかうまく使っていって、はい、スニーカーズでね、やっぱり買えなくなってきてるので、うん、まあ、抽選であったりとか、はい、それでね、まあ、アフターマーケットの方でね、買ったりするんですけど、それすらね、届かないっていう風になると、ちょっとね、っていうね、感じがしますよね。はい、はい。まあ、ちょっとね、次、まあ、申し込んでるんですよね。ああ、そうですね。はい、まあ、これは届いてほしいですね。まあ、そうですね。もし、まあ、うまくね、届けば、はい、まあ、来週あたりには、はい、おそらく開封の日ができるかなと思うんですけど。そうですね。僕も見たいですね、実は、ね。はい、そうなんですよ。僕25年ぶりにね、履きたいんですけど、そうね、まさかの一発目キャンセルっていう感じなんで。なるほど。そうなんですよ。まあ、無事届くのを期待して、はい、はい、そうなんですよ。また、届きましたらね、開封の日の方やっていこうかなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、まあ、このね、アクターマーケットで買ったプログリーンなんですけど。はい、こっちはすんなり届いたんです、ね。あ、すぐ届きました。これに関しては。はい、これ買ったんですけど、なんでね、買ったかというと、前からね、ナイキダンクハイ、まあ、今年に発売されたものに限って、うん、まあ、ちょっと、いいなと思ってるので、買い集めてるっていう話は以前したんですけど、はい、なぜプログリーンを、まあ、今回ね、ちょっと選んだかって言いますと、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、バージルアブローが、うん、これね、確かね、3月か4月頃だったと思うんですよ、今年の。はい、インスタグラムにこういったものを上げてまして、はい、今彼がインスタグラムに上げてる、この、白と緑のナイキダンクハイに関しては、はい、2008年に発売された、ヴィンテージ加工されてるナイキダンクハイだじゃないですか。はい、それをね、彼が日本に来た時に、うん、まあ、リセールショップで、見たのこれ上げてるんですよ。で、これ見た時に、あ、やっぱり白と緑の基調のダンクハイっていいよなっていうふうに、なってたんですけど、はい、それと同時にですね、来年のリークで、そういえば、ダンクハイに関して、白と、まあ、緑のそのカラーにもよるんですけど、はい、何か出るかなっていうのをちょっと調べてたんですけど、ちょっと見てもらいたいんですけど、来年のダンクに関しては、このチームグリーンと言われる、ダンクのローがあるんですけど、これがね、一応リークで話がありまして、ハイに関してはね、今のところには出てきてないんですよ。
なんで今回発売されたナイキダンクハイの、あのプログリーンに関して、これ買っとかないと、もう来年このようなカラーのものがダンクハイで出ることはないなというふうにちょっと思ったんで、買ったっていうのもあるんですけどね。はい。もし2打カラーが来年にね、ダンクハイで発売されるのが分かっていれば、はい、あの今回プログリーンは買わなかったんですけど、まあそういうのもあって、で、前からね、このプログリーン欲しいなと思ってたのもあるんですけどね。はい。ということで買ったんですよ、ね。はい。はい。ちなみにこの間発売されたウィーメンズのラスティーパープルは、はい、おそらく明日届くと思いますね。はい。発送してくれたっていうのがあったんで。よかったですね。はい。そうなんです。まだそちらもまた、まとめて、はい、この2足まとめてまた、開封にしたいなと、はい、はい。思うんですけども。はい、はい。あの、リークなんですけど、はい、ナイキスリーダンクで以前、コートパープルと言われるカラーのものが、発売されるんじゃないかっていうのを実物でやったんですけど、やりましたね。はい。本日付でちょっと見てもらいたいんですけど、ナイキからですね、公式写真も出てきてまして、はい。まあ、いろんな角度からね、画像が出てきてるんですけど、これはですね、来年早々に発売するんじゃないかっていう話があるんですけど、海外のスニーカー系サイズが割と言ってるのは、今後数週間のうちにも発売されるっていう話が結構出てきてまして、まあ、オフィシャル写真が出てきた時ってね、大体発売が近いじゃないですか。まあそうですね。で、ナイキ3に関しては、オフィシャル写真が出てくると、大体10日後、2週間後ぐらいに、そんなに早くなんかポロポロ販売することって結構あるじゃないですか。はいはい、なんで、おそらくなんですよ。これ1月の、割と早い段階に発売されるんじゃないかなと思ってるんですよ、ね。なるほど、ね、はい。はい。前回ね、シカゴのカラーのナイキ3なんか発売されたじゃないですか。ありましたね。はい、で、今回コードパープルなんですけど、2021年も海外のスニーカー系サイトを言ってたんですけど、過去の、ジョーダンのカラーにね、まあ、ゆかりのあるようなナイキ3ダンクが今後も発売されるんじゃないかっていうふうに書いてましたけどね。なるほど。はい。ちなみにこのコードパープル僕いいなと思ってるので、ぜひとも狙っていこうなと思ってるんですけどね。なるほど。はい。まだこの辺あの、氷の情報であったりとか、まあスニーカーズに来るかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、そうですね。はい。まだこの辺の情報がわかれば、はい。こちらご紹介したいなと思うんですけど。はい。はい、続きまして、はい、ちょっと僕これ見てびっくりしたんですけど、スイッチ、ね。かっこいいっすよね。新しい情報出てきてると、はい。そうなんですよ。はい。これ持ってる方がね、投稿してたんですけど、うん、エアジョーダンマンスイッチで、これ一応プレイヤーズエディションといいますか。はい。まあ、いわゆるね、まあ、ジョーダンブランドと、まあ、提携しているアスリートたちに、まあ、配られたものになるんですけど、はい、これね、あの、僕らが以前からご紹介しているエアジョーダンスイッチに関して、はい、基本的にスエードなんですよ。そうですね。はい。これ見る限りでは、脂肪側のね、タンブルレザーとか使ってるようなスイッチに見えますよね。そうですね。ちょっと硬い感じがすると言いますか。で、これ見た瞬間に、いや、こっちの方がいいなっていう風になって、そうそうそう、まあ、あの ね、以前ご紹介したスイッチとかもあの淡い色もね、いいんですけど、なんかこれめちゃくちゃかっこいいなというのと同時に、ちょっともう一枚写真見てもらいたいんですけど、かかとの部分の、この外せるのあるじゃないですか。はい、ローを範囲に変えることができるんですけど、はい、ここのね、カラーをレッドであったりとか、シャッタードバックボードのようなオレンジ色であったりとか、はいはいはい、あの、ブルーのカラーであったりとか、はい、これね、変更できるんですよね。付属品がついてるんですよ。これめちゃくちゃいいんですよね。はい。一応、ブラックトゥーなんですけど、うん、まあ、くるぶしの部分のカラーをね、こうやって変えてもらうことができるっていう、そんな一足になってるんですけど。またジッパーもね、黒で統一してるから。そうなんですよ。かっこいいですよね。はい。これ、ぜひともね、一般業務にね、リリースしてほしいんですけど、そうですよね、今のところね、プレイヤーズエディションで書いてたんで、うん、まあちょっとまあ、僕らが買うことはできないのかなっていうふうに思うんですけど、ね、はい。まあぜひともちょっと気になる一足なんで、はい、情報が出てきたら、そうですね。はい。一般販売してほしいです、ね。ああ、そうですよね。はい。はいはい、続きまして、はい、リーク情報になるんですけども、ね、はい、エアジョーダン1ハイOGのポレンですね、はい。これ以前からね、何回か、まあこのモック画像をご紹介させてもらってるんですけど、うんうんうん、まあ夏頃にリリースされるんじゃないかって言ってたこのポレンなんですけど、はい、ようやく、まあ、詳細が出てきまして、はい、8月のね、21日って書きましたね。あ、もう正式な日程が出てきたと。そうですね。はい。まあ以前にもお話したんですけど、まあこれ見てもらってるのは、モック画像になるんですけど、はい、まああの、カラーウェイでやったりとか、こういった風なデザインになるんじゃないかっていうことに作られたものになるんですけど、はい、まあ、このシューターの部分のこのバイオハックで見られたようなこのタンベロであったりとか、うん、あと、まあ、発売された、バースティーメーザーじゃないですか、はい、ナイキダンクハイの、のカラー落とし込んでるようなデザインの、はい、まあ、エアジョーダン1ポリになるんじゃないかっていう話なんですけどね。どうん、まあ、こちらご紹介したときはね、夏頃に発売するっていうお話したんですけど、まあ、今回8月21日で出てきてるので、おそらくね、来年の2月3月ぐらいに実物の投稿出てると思うんですけどね。そうですね。例えば、あの、何ですかね、ボディと、ソールがくっついてないような。まだ実物の投稿出てないですよね、はい。それとか出てくるかもしれないんで、まだその辺うまく情報キャッチして、はい。はい、こちらご紹介したと思うんですけども。はい。
まあね、ちょっと残念なお知らせから始まっちゃったんですけども、はい、まあ、無事ね、二つ目で申し込んでる分が。ちょっとね、このセカンドチャンス、はい、ちょっとなんとか言ってほしいなっていう。そうですね。まあ、はい、届きましたらね、また動画の方で。そうですね。開封の儀やっていきたいなと思います。はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイドニスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.